ララリラト TV 皆さんんこにちはこんにちは。こんにちは 三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家のと三橋高明です三橋 TV は三橋高明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録はこちらからお願いいたします <laughs> 三橋経済塾ですが、はい、第六回までのゲスト講師の皆様が決まりましたはい 泉み先生、荒川先生、大石先生、坂本先生、瀬先生、鈴木先生と、まあ、ま、ぶっちゃけ、三橋 TV の、えー、こ、今年の後半に出てきた方々が、ま、主力になってますけど。はい、この後は、あの、いつもの常連の方々にも、お願い、お願いいたしますからね。はい。えー、建設資論ですが、えー、高等論第59回、清盛の放棄、歴史時事第59回、永楽の夢の果てがリリースになりますので、こちらもご入会いただきたいと思うんですけど、はい、ちょっと政治が大変なことになってるのね。大変なこと。大変なことになってます。これ、 配信されるのが12月20日なんですけど、はいはい、多分13日か14日ぐらいには結果出ちゃってるんだと思うんですけども、例のパーティーのキックバックの裏金か問題です。はい、これね、注視しなくちゃいけないんですよね、はい。それにしてもね、びっくりしましたけど、あの、岸田総理大臣が所得税減税いらしたじゃないですか。はい、あの時点で実はある方から、これ財務省の 岸田つぶし始まるぞって言われたんですよよくはものすごくそういうこと分かるから、はい、皆さんも名前知ってるんだけどでそれで見てたらあの神田副大臣の爆弾が破裂するでしょはい、はい、さらには岸田総理大臣が例えば医師会から献金もらってるとかあるいはそのああの例えば経団連の献金問題とかが出始めたから、はい、だんだんこう幅が広くなってた、ね <laughs> はい、ちなみにちなみに岸田総理大臣がだど,どこから献金もらっても あるいはかあのー、経団連が献金してても、はい、あれ菅田副大臣のその財務副大臣、まあ今はもう辞めましたけど、はい、あの副大臣任命でも全部これ違法じゃないですからね。うん、適法ですよ。でもなんでこんなに騒がれているんですか、ね。そう、だからネタはいっぱいあるわけですよ。常に、はいうん、それをポンポンポンで出してきて、うん、それで究極のが来たんですよ。うん、これです。はい、十二月十一日のブログ、キックバックの裏金かと政治と金というエントリー書いた書いたんですけどね。はい、これ。 要は、多分もう結果出てるでしょうけど、自民党の政和会、政策研究会、まあ要は安倍派。安倍派がですね、そのパーティー開くと。これ普通ね。で、2万円からだいたいいつも、2万円ぐらいのパーティー券売ると。はい。会の前に売って、買った人たちが来るってことですか全然来ないですよ、どうせ要は、一種の献金のノリで買う企業とかいっぱいあるのね。応援してるよ、みたいな。それ合法ですよ、合法。で、 それでパーティー開きますよねとお金集まるじゃないですかで政和会が開いたパーティーでその議員たちがノルマを課せられるんですよねこのぐらいは売りなさいとあじゃその議員さんの有権者の方知り合いとかに売っていくわけですよ議員さんたちがそれでお金が集まりましたとノルマが超えた分があるんですよねまあいっぱい売れた人ノルマ超えましたと偉いねってことで超えた分をキックバックってことであの要は政党か 政治家への献金って形で、うつすの、これも合法。ここまでは別に、どこの、あの、多分どこの派閥も、どこの政党もやってると思、はいます。この程度だったら、うん、これ合法なんですよ。納得いかないかもしれないんだけど。こでもいいんじゃないのい。いいんじゃないのと、いうこと、要はたくさんパーティー券売ったから、はい、ご褒美ってことで。それは政治資金に使いなさいって形で、まあ寄付だな、うんうん、献金してくれるという、処理で。はい、それは合法だし。 政治資金収支報告書にはい。それを書いていなかったんですよ。なんで書かなかったんですかそういうことですよ。うん。これね、孝家さんが思っている以上に多分重大な問題なんです。うん。つまりね、私、一回選挙出たでしょはい。落ちちゃったけど。あの時、例えばあれだよ。もちろん個人献金メインでやってたのね。うんうん。はい。それで でもお金足りなくなくるんだよね政治あの選挙やってると、はい、<laughs> どうしようかなと思ったらこいつはなんだけど、まあ、自民党のね、はい、参議院選挙全国比例の政党支部長だったんで私は何、うん、部,部だったか忘れたけどだから自民党からお金来ましたよ、はい、れこれ使ってくださいと、うん、この合法全部政治資金収支報告書に書くの。 だこんだけここからお金もらいました。使い道はこうですよと。と、はい、私、お金足りなくなっちゃって、最後大変なことになったんだけど、はい、自分が、自分が自分に貸し付けるみたいなこと<あ>、まあ自分の政党支部に貸し付けるとかやらなくちゃいけなくなったんだけど、はい、その話は置いといて、要は、政治資金について、例えばほら、パーティーで金集めるとか聞くと、なんか反感を持つ人いるじゃないですか、はい。はい。で、どうせどうせ行かないパーティー、しかもね、パーティーってね、しょぼいのよ。うなんもう乾き物があって、ビールが並んでるだけで<ー>、はい。 そこにわさって集まって話聞いて、例えば三橋高明を励ますかみたいな、そういうパーティー開くに。はい,は,いはい。はい。それで、要はお、資金集めなんでしたね。うんうんうん。あんなので金集めやがってって、反感持つ人いるかもしれないけど、これ合法だから。はい。はい。これは問題ないのね。うん、で、そこでキックパック受けるのも、これも問題ないのよ。はい、うん。私だってもらったんだから。うん。それを政党、あ、じゃあ政治資金報告、収支報告書に書かないっていうのは、これは重大な問題で、うん。つまりは、 お金もらってるんだけどもらってないってことになっとるということ。しかも数千万とかの単位で。うん、ということは当然何に使ったのって話になっちゃうでしょ。うん、あえて書いてなかったってこと。としか思いませんね。<ー>しかも額かてって1000万2000万とか大きい人は4000万とかでしょ。とか。うっかりとかじゃない、ね。うっかり。うっかりありね。しかもここ5年だけの話だから。うん、その前もやってたんでしょ。はい。はい。じゃあ何に使ったんでしょうか。うん。例えばね。はい。実際選挙やってからわかるけど。 なんか、集票マシーンの組織があるわけですよ。こう、名前言うとやばいんで、どこか言いませんけどね。はい、はい。とかですね。<laughs> とかですね。うん、はい。そこに渡してないよね。票を集めてくださいって。なるほど私はお金もちろん渡すようなお金もなかったから、お金渡してないんだけど、はい、そういうところの挨拶回りはさせられましたよ。はあ。その時にお金を持っていく。持ってってないよねで疑い持たれてもしょうがないでしょ、これ。あそのお金を持っていくっていう行為は、 パーフェクトにアウトです。<ー>はい。パーフェクトにアウトです。それは。それはあの刑務所に入るレベルです。んなんですよ。あのもちろんね、これ多分だから,だから現金でやるわけ。はい、現金でもらってたらしたら現金渡したらお互いがすいませんって言ったら立件できないと思うね。う 残ってないから、向こう、残ってるかもしれないんだけど、どうせ余計になってるでしょと。そんな細かいところまで調べることできないんだけど、銀行振り込みとかでやってたら笑っちゃうんだけど、ちょっとなんか、こっち残っちゃうんだけど、実際どうかわからないんだけど、そういうふうに疑いを持たれてもしょうがないでしょっていうのが今回の事件ですね。で、その安倍派の例えば、西村経済産業大臣とか、あるいは鈴木総務大臣とかですね。 はい、あの松野官官房長もあ席さんはもごめなんいんもらってないんだ。あ,あ、もらったんだけど政治資金収支報告書にちゃんと書いてるのね<ー>松野官房長とか官房長官とか西村経済産業大臣とかが書いてなかったんですよ。はい、しかも萩生田政調会長たちまで、えーはい、あと野田聖子元少子化担当大臣とか<ー>みんな書いてなかったのね、うん、すごいこれは要は何を何この何の問題かというとこれはあのパーティーの問題でもキックバックの問題でもないんですよ裏金の問題なんですよ。 で何に使ったんだそれと、はい、でもしねもしいい1,000万ぐらいキックバック来ましたと「あやった」っつってそれ自分の銀行預金の口座とかに残してたとしたら個人口座にそれ受けるんだけど受けるんだけど、はい、それ脱税あ<ー>完璧なそれもダメなんですねダメです、はい。だから検察は今脱税メインで操作をしていると思いますね、うん、そっちの方が立件しやすいから。 かうどこどこの何とかにお金渡して票集めお願いしましたっていうのはこれはなかなかね難しいか難しいですよ銀行振り込みでやってるら別だけどさすがにだって向こう側だって刑法犯になっちゃうからもらったって言わんよねそうですねなかなかお互いが言わないってことになってデジタルデータで記録残ってないとなかなか立件が難しいだから脱税の方でみたいな。 でもねこれねもちろんその安倍派大打撃ですよ。はい、で岸田総理大臣はその安倍派のね閣僚とかあるいはそのあの、まあ、あの三役の方々ね、まあ、萩生田政調会長たちとか、はい、あとまあ政務官の方々とかもう全員一回辞任してもらうとう調査のためって言ってるんだけどこれめちゃめちゃ安倍派との対立激化しますよこれ、うん、そんなことやっちゃったら。うん、とかねわかんないのはねあのね 経産大臣は分かるの。書いてなかったから。はい。でも、<laughs> 鈴木総務大臣とか、あの、しも農林水産あ宮瀬農林水産大臣とか、書いてんだも、うん、別に。問題ないのよ。だから。どうしてなんですかだから、安倍派叩きとしか思えんでしょというふうに安倍派が受け取りますよ。うん。最大派閥だから。はい。はい。という、だから、これから、 なんか自民党の中でも激闘になるでしょうね。とりあえず確実に言えんの,のはね、はい、これは岸田総理大臣の、まあ、内閣の支持率は下がります。多分今次、時事が出てる、もう出てるのかな時事が出てる頃は10%で15%とかだってもう全然不思議じゃない。でも自民党の支持率もめちゃめちゃ下がります。はい、で実際 NHK の捜査だといきなり9%近く下がりましたからね、はい、<laughs> これで。だから時事だと確実に20%切ってくるから、はい、これどうなんじゃっていう、うん、そういう話になっちゃってるんですよ。 これもし財務省が仕掛けてたとしたら自民党を潰してもあるんですよね、はい、あるいは積極財政派が比較的多いから安倍派ってそれを潰すって狙いがあったのかもしれないというすごい状況なんです恐ろしいです、ね、でここでちょっと皆さんにその政治と金について話しておきたかったの、はい、私選挙やってるの分かるけど受かってないんだけど受かったら元もっと金必要だったと思うんだけど続きは月刊三橋で月刊三橋の詳細は「 概要欄よりお確かめください。